最近ガーシーチャンネルにハマってます。青木さん、ひろきさんご存知ですか？暴露 YouTuber どう思いますか？まず一番最初に思ったことは、うわーすごい人出てきたな、私この人に会ったことないかなっていうふうに思いました。過去に会ったことあった、あるかなとかって思って、なんか私なんか言われんのかなみたいな。ゆるきさんどう思われるんですか？結局どっかで刺されて訴えられて消えるんだろうなと思って、時間の問題なんじゃないかなと思うんですけど。ほで、やっぱ芸能系で食えなくなってる人ってやっぱり今増えてるじゃないですか。はい。だからそうすると、まあ、あのちゃんとした事務所に所属してちゃんとした仕事をしてる人であれば何の問題もないんですけど、そこなんか微妙なポジションでゴロをや芸能ゴロ的なことをやってる人は多分ああいうパターンでなんとか金稼いで食おうとするっていう人は増えるんじゃないかなと思うんですけど。でもなんか何かがあったことをし始めてしまったんですよね、きっと彼もね。金がなくなったんじゃないですか。だから早くお辞めになったらいいなと思いますよね。